本日も半幅帯使ってみます。半幅帯、2つ折りにし、2つ折りに半分にして真ん中に洗濯バサミ。この洗濯バサミは実は後ろの下なんです。はい、ここで注意は、お箸を巻き込まないように後ろのセッティングしてください。なるべく高めなのです。そんな神経質になることはないと思います。はい、前向きました。はい、そしたら右側斜め上に上がりながら、右側上がりながら、おっとカメラをちょっと、はい、下を閉じてきて上を三角形に折り返すようにすると、背中も前も綺麗です。これが前で見える姿です。で、ここ、はい、後ろで左手に持たせます。右手自由になります。右手洗濯バサミ真ん中の下です。はい、これで帯、襟と同じ方向、右側に回してください。よいしょ。はい、洗濯バサミ戻ってきました。さあ、ここ脇締めて肘下げて、はい、脇は下から上に半分、これ縛るところなので細くしたいです。はい、こちら側も下から上に細くしとって、はい、なるだけ自分の体に近いところを持って引っ張ると締まります。肩使わないようにしてください。着崩れます。はい、右が上になって交差します。ここ見せてかな。よいしょ。こういう景色です。はい、これ上から来たものを下にから、ここ一回縛ります。抜いちゃってください。はい、根元持って縦横縦横、暴れないでくださいね。はい、で最後縦にして、これもう一回下をこっち側で上から来て、ここを2回結びます。はい、2回結びました。はい、で右側からあるもの、なんか広げるようにして、しましまの殻の方、これ下にある方、これ開けて無地っぽい方、はい、これ先端を合わせます。合わせましたら、上、板と帯の間にズルズルっと騙しながらズルズルっと入れてください。はい、ちょっと持ち上げて下から引っ張り出します。はい、ここでちょっとずらす、ちょっとずらす。長さはって言ったら自分の着物のおはしょり分ぐらいでいいと思います。洗濯バサミ外していいです。はい、もうこれでほぼ出来上がり。はい、なんか形が見えてきました。はい、半幅帯でお太鼓風にしてみました。今日はちょっと大人っぽく、あの華やか可愛いだけじゃなくて、ちょっとシックに大人っぽくという感じです。はい、このままでもいいんでしょうが、私はここで飾り紐、帯締め等をちょっと一本入れます。この間でいいです。ちょっとね、あの広がらないように押さえ込む感じがいいかなと。で、これも後ろで軽く結ぶとよろしいかと。ここで帯回しますからね。はい、ここが綺麗になって、ここに通して、よいしょ。うん、同じ柄にならないように下を逆にずらすのもありかな。あ、こんな感じ。これこれ良くない？よいしょ。はい、そして回すとき注意なんですが、あのよれちゃわないように全部を抑え込んだ感じ、全部押さえた状態で板を押さえて、よいしょ、よいしょ。はい、ここでもう脇のところ、通過するとき脇の着物のをちゃんと大事にして、あとはお腹ちょっとへこまして。はい、洗濯バサミ戻ってきました。
見逆らわないよ。でここ後ろはタレと具材とのこれをちょっと入れてみるとその分直してもらってよいしょ。でお紐の位置ちょっと調節してよいしょ。これ左が上通して結ぶ。今度は右から返る。はい、ここちょっとしましまにすると変わるかな。よいしょ。はい、背中さんこれ外すの忘れないでくださいね。はい、これ前の姿。はい、これ後ろの姿。半幅でもちょっと大人っぽくっていうのはこういう感じでお太鼓風にするのはいかがでしょうか。